までまで楽一楽三ささ得点は左上左バナーちょっと文字数が入んない。こんばんざーい。オンライン楽市楽座配信始まりました。今日は緑の日ですね。皆さんシュプリーマビビネロです。こんばんは。あ、プリマそうこれ受け取ったからねって、ちょうど緑の日だから、あ、これ着ようって思った。ナイスイ、こんばんざい。キーさん、こんばんざい。プリマがとはキサチやん。ビビ緑の日、そう正解、みずきさん、緑の日。これより緑な人私は見たことがありません。もう全身緑ネタ、もはやもう目に優しい通り越して、これはこれはもう歌のお姉さんかなみたいな歌のお姉さんかな、なんだろう。で、子供向け番組に出てさ、みんな始まるよ、教育番組に出てそうだなって思ったブレーキが聞きにくい方、ルイージー、ルイージー高幸さん、こんばんざーい。すげー緑、グリーン、グリーンだよ。 P さん、どうも。 P さんって言ってた。 Pパルタ、こんばんは。緑の日だから、そう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 、ゆってぃ緑で開催中。今日の23時59分59秒まで緑の日です。あこちゃん、さっちゃん、めちゃ緑、めちゃ緑、野菜よりも緑、野菜よりは言い過ぎた。自分涙いいっすか。いいっすよ、お涙ちょうだい。緑の日なので撮影アバターにしてみた。お、いいね。ちょっとこれ銀髪のアバターだけど。ピ、あ、さよなら、さよなら。シカちゃん、こんばんざーい。プリマ、緑を擬人化した人。そう。もう、もう全人類の中で一番緑。ともき、緑のお姉さん。緑お姉さん、ササだよ。みんな一緒に緑を大切にしようね。みーちゃん、こんばんざーい。笹川さんと一緒。さあさあ、イージー。そう、この22時までですね。この時間中1時間オンライン楽市楽座というオンラインの特典会をやっております。今日じゃない、特典ご購入は左上の公式グッズ販売コスパニックストアという赤と白のバナーから特典購入ページに飛べます。特典券の枚数によって買える特典が変わるんですけれども、こちらを参考にしてください。だけなんか今日サチアと撮りたかった。今日撮ってないよね。ね。ケーキコンチアス。お。ぐん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 。キノコ。キノコとって大きくなった。今日ブロッコリー食べて。おお、緑。いいね。言うて笹川はそんなに緑色のもの食べてません。伸びーな。笹ルイージですね。L。ネロ負けました。勝った。緑要素。でも髪の毛が緑だとね、
私服も結構着る色を選ぶんですよね。難しい、なかなか難しい。緑とか青系は着れるんだけど、まあ、もともとそんなに暖色系着ないけど、そう、色物ちょっとね考える。緑髪だと難しい。一般人に擬態してたから撮りたかったけど余裕なかった擬態してたね。今日さ、パッと見全然わかんなかった。目元見て、あ、タケノコやって思った。男気じゃんけんしてた。あ、やべえ、フリップまだ聞いてないや送ってくれたのに聞かなきゃと思ってまだ聞いてなかった。ハローの管理、あ、 TikTok に投稿してくれてたね。佐賀の写真や写真の動画を。おかげでなんか海外の方からアクセスが増えて TikTok 何人かフォローしてくれてた。インドネシアの方とかが。緑髪だと絶対赤に、赤ね、クリスマスになっちゃうんだよなクリスマスなんだなえ、でも今日はあのライブの衣装が新衣装だったので、もうすごい緑と赤でクリスマス、また一人クリスマス開催してました。今日4月19日の落書きしました。おお、大好き、マスター、またマスター、ぐん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 。じゃあ次はもっと大好きになるね。ルイージー、このルイージー帽子この前 USJ 行った時に買って、これで USJ でオンライン楽市楽座もやってたんですけど、この前ゲットできなかったよっていう方もぜひ。このルイージ帽子なんか気に入ってる、似合う、自分で言う。この大きさがなんか好き、すごい。グググン、ルイージより緑。最初これにオーバーオール着て本当にルイージコスプレっぽくしようかなって思ったけど、最近めっちゃオーバーオール着てるのと、あとルイージの着てるような濃いブルーのオーバーオール持ってなかったので、これだけにしました。いただいた服、そういうパッチワークみたいな。一般人、ホーロゼ、邦楽ロック、2人と3人で一般人擬態してました。一般人じゃないの、擬態っていうことは。ユニバの任天堂エリア、え、あそこすごいよ本当に。なんかめちゃめちゃ入場規制とかになってて、自分行った時でもそんなにないが、そんなにすごいのかって思ったら、あのね、なんかトンネルみたいなとこくぐるんだけど、トンネル抜けたら本当にゲームの世界入ったみたいな感じだった。めっちゃね、目に入る景色がもう 2D のゲームの世界みたいな感じ。ててててててて、本当にマリオの世界に入り込んだ感じだった。行ってみたらね、多分今言ってたことが分かると思う。こういう感じかって。なんか写真とかで見る以上に、やっぱり実際足を運んで現地に行った方がね、その何体感できると思う。でめっちゃゲームまんまみたいな。あこちゃん似合う、うん、この顔。
こんにちは、私はマレーシアのあなたのファンです。ね、笹がマレーシア遠征行けてないのにマレーシアからファンになってくれて嬉しい。マレーシア行きたい。タケノコ異常オタクだからわざわざ擬態するしか一般になれない。笹がもう一般ピッポーに擬態しなきゃ。緑人間だから言っていい。報告2社許可おりました。お、え、何ユッティが進めてるプロジェクト気になる。だけどなんかユニバ任天堂解禁されたからポケモンティー来て行ったらスタッフさんがめちゃ声かけてくれて、そうなんだ、ポケモンですねって。任天堂あと何がある、ドンキーコングとか。ユーマジェン、こんばんざい。まみどり人間、実は今ここにあるお茶もめっちゃ緑、緑尽くし。お茶ちょっと映ってる。お、シガンのおやさん、緑すぎる。なかなかこんな緑な人いませんよ、この世の中に。世界で今笹川が一番緑。お、カフェオーレさん、こんばんざい。今日も来てくれていた。でもギサちゃんほんま字うまい、ほんまぐらほんま。でもこれ割と丁寧に書いたっていうより、なんかガガガガガって書いた、いつもの字。ユニバユニバ、関西の人はユニバっていうのかな、うち USJ って言っちゃうんだけど、ユニバ。とも肌の色が緑になるのもそれ思った。それマスクなんよな、マスク。みんなマスク映画見たことある？今大阪にいる。ユニバ行ってきます。え、行ってらー、いいな。え、ハリーポッターのところもうちょっとゆっくりいたかった。ハリーポッターの世界ゆっくり一人で浸りたい。ダンダンダダン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 、あんまりさがっつりそこまで見れなかったからさ、ハリーポッターのとこもっと見たい。お、ハートくれてる、ロカンリー、 Thank you。 緑ハート。ユニバ呼びだけどプリマと同じ発音。ユニバ。うちユニバかな。プリママスク見たことある？めっちゃあのファンキーな人。関西はみんなユニバだよね。関西人ブレる。いいや、新潟人。みなみんだ、めっちゃ緑や、めっちゃ緑でしょ、緑の日だからね。キラン、アイメイクまでちょっと緑にしようかと思ったけどちょっとやめた。シカちゃん今度マスクやってもらって、マスク顔緑。マスクでさえ髪の毛緑じゃないんだよな。マスクはあれか、坊主だよね。 USJ 特典と仕事、お昼駆け込みとこ懐かしい。1ヶ月前、4月半ば、ん、違うか、3月か、あれ3月だっけ、3月か。てんちゃんモニ、今日も爆裂に可愛い。
イケイケさっちゃん。バタービール、あ、バタービール飲んだよ。甘々だった。思った以上に甘々だった。すごい。でも確かに一口はすごい美味しいんだけど、あの量は甘々こってりで結構飲み切るの大変。もう口の中甘ーってなる。甘い、甘いよ小沢さんって感じ。みんな飲んでみて、行った人ハートいっぱいくれてる。プリン坊主、あ、ベテラン坊主さんが反応しちゃった。ベテラン坊主シュプリンマン、もうね、坊主の先駆者と言っても過言ではない。プリマ、あ、もらもら頼んでくれた、ありがとう、感謝。ちょっと後でチェックしておきます、ありがとう。特例歴遡ったら3月8日、え、そんな前、ん、もう2ヶ月前。うえ、けの子、周りは微妙とかまずいって言うんだけど、俺たち兄弟は好きなよね。バタビル、え、でも美味しかった。しおりとかも飲んでたん。バタビル、え、でも自分も一回飲んでみたかった。ちょっとバタ、でもやっぱりバターっていうだけに結構ね、なんか液体だけどこってりしてる感あった。先駆者とはもう坊主、もう坊主と言ったらシュプリーマーみたいなところある。タケノコ、あれハリポタ劇中でお菓子売ってる街の飲み物だからね。もうほんとデザートみたいな、でもスイーツ、スイーツ並みに甘々。マースさんこんばんは。思ったよりでしょう。普通の緑コーデじゃないんだな。笹川はもうしっかりがっつりやるからね。いつもオンライン楽市楽座テーマに最も沿いすぎてるでしょう。あ、まあ今日はあの個人のオンライン楽市楽座なんで、それぞれみんな自由な草なんですけど、でも多分メンバー4人ぐらいしかやってない。他の子は何着てんのかな、私服とかかな。ハートセンキュー。マレーシアの言葉でありがとうなんだ。シュプリモン、もう髪伸ばせないじゃん。え、伸ばしていいよ。ちょっとロン毛、ロン毛見てみたさあるけど、ロン毛絶対似合わない。勝手に似合わないっていう人。よし、こんばんざい、ありがとう。よし、ルイージI'm ルイージ You are よし。おう、よし乗るしかない。シカちゃん、ワイも頑張って。カールおじさん、カールおじさんね、ヒゲ、リアルにそんなヒゲになってるとあんま見たことないけど。トモキ絶対似合わない言われてた。爆笑してしまった。なかなかロン毛似合うって難しいよね。ロン毛時代あったよね。嘘、似合わないって言ってた。今のイメージがあるから。失礼、変に嘘つけないからど正直。今のさちゃんよりも長かった。え、男性のロン毛ってどんな。ハートの形を作るん。なんか星でも用意しとけばよかった。星食べようみたいな。
きさ。ロン毛写真実際似合ってなかった、視聴キモかった。なんで坊主にしようとしたの？そう、あのさ、まあ坊主はわかる、なんか涼しいとかいろいろ髪の毛、まあ仕事とかでも多分そうなる人とかもいるし、まあ坊主になる理由はわかる、わからんでもない。でもみんななんで坊主になるんだろう。けどさ、アフロの人がなんでアフロヘアになるのかっていうのが理由が知りたい。なんでなんだろうね。やっぱ目立ちたいとかそういうことなのかな。他の人とちょっと違う感じがいいみたいな。まあ笹川もなんでこんなに緑になったのかっていう話ですよね。笹川はあの名前的にもう分かりやすく笹の葉の擬人化みたいなブランディングとしてこの緑にしてるんですけど、笹色に、うん、笹の葉って覚えやすいからね。名前もキャッチで覚えやすいかなと思って笹川笹にした。リーありがとうございました。あ、さっきのでよかった。ともゆき、ふとロン毛になりたい気持ちの時あるんだ。へー。あ、でも笹川もずっとショートで痛さはあるけど、でもふとずっとじゃなくていいけど、たまにウィッグとかかぶってロングになりたい気持ちある。ちょっと違う自分楽しみたい。ユマ落書き写メ頼みました。おー、ありがとう。マリオの帽子かぶってる。おそろじゃん、うちら。おそろユーキャン、お、こんばんざい。言ってアフロってシャンプーどうなんだろうね。でもシャンプーはそんなに変わんないんじゃない、やりやすさは。地肌洗えばいいから。編み込み、あ、確かに。あれってもう何、ドレッドヘアみたいな人ってあれってもうずっとそのままなの？シュプリーム、あ、テンパでいろいろやるのめんどくさくなって。なるほどね。そう、坊主より楽なんないと思うよ、本当に。でも坊主の人も坊主の人でさ、すごいケアしてるのかな。大名さんでもう本当に、いや、床ワックスかけたんかぐらいのワックスかけたての床ですかぐらいの、本当にツルツルな、もうちょっピカーッ、鏡並みに光ってる人いるんだけど、超綺麗な坊主。すごいね、どうやったらそうなるんだろう。毛穴もそんなある感じしないから。脱毛、シカちゃん3年くらい前金髪ポニテ、金髪ポニテ、かわいい、ギャルじゃんすごい。笹川でもポニーくなって全然できたことないのに。去年の幸は肩くらいまで、去年はないかな、肩くらいまでは。長さはそんな変わってない。去年じゃないけど、一回2017年ぐらいかは、ここぐらいまではあった時あった。もう VK に覚醒して目指してたら、あー、確かに VK の人はね、髪長い人結構いるね。えきゃ、新潟から愛を込めて
ありがとう。うきくん名前変わった。ウータンになってる。ゴブ狩りじゃなくてご無沙汰してました。ご無沙汰、最近久々あんま来てなかったね。髪の毛の脱毛ハゲや。いやそうハゲなのよ。なんだろう、すごいツルツルな人。ぴょん。緑、目に優しい。でも緑って目に優しいって言うけど、あれって本当は緑色が目に優しいんじゃなくて、なんかこう緑、遠くの緑の景色とかを見るから、だから色とは関係なく遠くを見るってことが目に優しいらしいって、割と最近ネットで見た。え、ショック。いやでも緑に癒しの効果があることは間違いないですから。ここまで緑だとちょっと癒されるかどうか分かんないけど。みんな心を和ませてください。心が最近すさんでいた方はぜひ和ませてください、この配信で。あとテルジを見て和ませてください。この顔、ゆるい顔、ゆるー。オンライン楽市楽座配信の時いつもテルジいる気がする。先日スマホ壊れていろいろあって、あ、そうなんだ。じゃあ新しい携帯になったの。ともき、もう少し長かった気がしてた。首くらい、そうね、もう若干長かったかもしれないけど、このくらいかな。なんかこうショートヘアはショートヘアでも、その時期によって結構ショートヘアの形とか前髪の感じとかが変わってたりする。あと耳のかけ方とか、笹川のショートヘア遍歴。一時期前髪が結構こんな感じで、で割と最近なんかこうパッツン気味な感じの時が多かったんだけど、あと前はよくこういう感じで耳かけてたのですが、最近の耳のかけ方はなんかここら辺ちょい残しで遅れ毛みたいな、ここがつりかけてみたいなのが結構多い。ショートヘアでもなんかこう結構違くなるようにいろいろ工夫してるのですよ。その日によって、あと片側めっちゃ耳かけて片側残したりとか、アシンメトリー。ショートヘアは あんまり結んだりとかできない分、みんなみたいにいろいろそういうところでちょっとね髪型変えてる、その時の気分とか。みんなどの感じが一番好きでしょうか。言ってハゲ散らかしてきたらおりょんぼ先生。でも確かにそれが一番いいかもね。うん、なんかこう中途半端にハゲ散らかってるより、もういっそのこと全部こう坊主にしちゃうとか、あと中途半端にこう何の話だって感じだけど、中途半端に白髪混じりとかよりは、なんかもういっそのこと全部真っ白に染めちゃうとか。何の話。しかし衝撃の事実、そうそう緑。タラちゃん、え、これは欲しい。ゲットしてね、ゲットしてくれやな。目に優しい。ゆきゃん、温めてじゃなくて改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ろしくお願いします。兄貴、てるじ兄貴。たらちゃん、その帽子買うとき店員もらってなかった？え、全然。もう USJ だから、もうこの帽子買ってる人いっぱいいるから。笹川が緑髪だからってこと？これとね、あのジュラシックパークの恐竜みたいなのあって、それどっち買うか悩んだんですよ。でもこっちにした。なんかでかい帽子可愛いから。クッパとかワニもありかもしれん。クッパ、あれ、フミクッパ持ってたよね、クッパの着ぐるみ。ともき、写真見返してきたら後ろ髪が首の真ん中。お、え、いつの出会った頃ぐらいのかな。首の真ん中。マリオとササージササージ無理やりだな。ともき、もう何しても可愛いのない。どのかけ方も似合いすぎやろ。キレ気味。似合いすぎやろ。ごめんごめん。今のちょっと自分でムカつくな。今の言い方。ゆうけん、いろいろ毎回工夫するささちゃん。そう、実はずっと一緒じゃないんですよ。ショートヘアはショートヘアでも。初知り。ともき、その時が来たらスキンヘッドってだんだんちょっと後退してきたなみたいな。ね、でも笹川毛量多すぎるから多分その時来なさそうだけど。うちももしものことあったらスキンヘッドしよう。のぞちゃん、緑すぎてびっくりした。びっくりしたでしょ、ドッキリ大成功。ででん、ルイジー、まさしく須坂。須坂行きたい。須坂イザーたちにまた会いたい。ゆうけん、現状まだまだ予定立たないけど早く直接会いたい。いつになるだろうか。しかちゃん、特典見返してたら美に磨きがかかってて。嘘。でもさ、そう、自分の前の写真見ててもさ、まあでも逆に、あ、この時すごい調子いいなみたいな時もあるけど、結構なんか結構1年2年で変わるよね。うわ、すごい、この時多分この時の自分はイケてると思ってたんだろうけど、今見たら芋だなみたいな。緑に磨きがかかってる。ともき、ムカつかないし、なんならアニヤついた。チョロちゃんだ、チョロちゃん。タクヤに、わーい、ルイジ。ちゃんとそこの部分変えてくれるんだね。みんな、わーい、サちゃんのところ、わーい、ルイジ。寂聴さんのスタイル、瀬戸内寂聴さん、あ、なに、スキンヘッド。うちもいつか、うん、仏の道に入ることになったら剃髪するかもしれない。悟り開くかも。良平、こんばんざい。笹川は全身緑だけど、良平はいつも全身オレンジ。オレンジ大好きだもんね。良平ほどオレンジな人もなかなか見たことない。髪はオレンジにしないの？タケノコ、ゴールデンカムイ、え、あ、最終回迎えたん。前回、結構長いよね。
どんぐらいあるゴールデンカムイ。でもゴールデンカムイもめっちゃ人気だよね。すごい。最終回迎えたのか。ということはあれなんか見つかったの？あの全然ゴールデンカムイ全然そんな詳しくないからわかんないんだけど、アニメ一番最初本当に1話とか2話見た。なんだっけ、だからこう、あ、モーイズ、初披露したんだけど、さっきお見入りしようかなって思って物販行ったら、フライアゲン、イエー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 イエ